村岡花子、村岡花子、村岡花子、1893年、明治26年6月21日から1968年、昭和43年10月25日は、日本の翻訳家、児童文学者。児童文学の翻訳で知られ、モンゴメリの著作の多くと、エレナ・ポーター、オルコットなどの翻訳を手掛けた、キリスト教文筆家協会。 現日本クリスチャンペンクラブ初代会長、在任、1952年、昭和27年6月から1958年、昭和33年10月。山梨県甲府市の安中一平、鉄夫妻の長女として生まれる。本名は、村岡花、旧姓、安中。クリスチャンである父の希望により、2歳で、カナダメソジスト派の甲府協会において、 小林光也素牧師より幼児洗礼を受ける。父の一平は、駿府、原静岡市の小さな茶商の家に生まれ、茶の行商中にカナダメソジスト派教会に出入りするようになり、熱心なクリスチャンとなる。不況の流れで甲府に移り住み、そこで出会った鉄と結婚してその実家に住むようになる。教会での交流で、新しい文化の影響を受けた一平は、 理髪な長女の花に過剰なほどの期待をかけた。常識にとらわれず商売そっちの家で理想を追い求める。一平は、妻の実家や親戚ともめ事が絶えず、花が5歳の時にしがらみを断って、一家で上京し、南品川で、はじゃ屋を営むようになる。城南人城小学校に通う花は、新章風景を短歌で表現し、くさくをして読んでは楽しむ、幼少期を過ごした。 その頃、社会主義活動に加わった一平は特に教育の機械均等を訴え、娘の才能を伸ばすべく奔走し、1903年、明治36年、学校創設者との進行上のつながりから、10歳の花尾東洋英和女学校に休憩生としての編入学を実現させる。一方、家族の生活は困窮しており、8人兄弟のうち高い教育を受けたのは、 長女の花のみで、他の庭ーは、次女と三女を残してみんな養子や奉公などで家を出されている。花の入学は、庭ーたちの犠牲の上になされたものであった。東洋英和女学校で、カナダ人の IS ブラックモーは宣教師から英語を学び、寄宿舎間のカモレーコから訓導を受ける傍ら、大正三美人の一人で後に、白蓮事件を起こした同級生。 柳原明子の紹介で、佐々木真の奈義会に入り、万葉集など日本の古典文学を学ぶ。この頃からペンネームとして安中花子を名乗るようになる。同校高等科材学中から、アイルランド文学の翻訳家、松村峰子、歌人としての名に、片山ひ子、芥川龍之介の晩年の恋人の勧めで童話を執筆。森郷外翻訳のアンデルセン。 即興詩人に感動し、翻訳家への夢を抱く。1910年婦人教風会を通じて、婦人問題に触れ、婦人新報などに掲載、編集も担う。1914年に、東洋英和女学校高等部を卒業すると、ブラックモア校長の配慮で寄宿舎に残り、婦人宣教師に日本語を教えながら、日本キリスト教婦人教風会の初期の仕事と、 英文学の研究を続けた。翌年、実家の家系を助けるために、英語教師として、山梨英和女学校に赴任する。同年、友人と共に歌集、桜貝を観光。この時期、広岡麻子が主催したキリスト教の書き講座で、市川夫妻と出会う。1916年頃から、童話や少女小説を少女画法に執筆。 1917年日本キリスト教教文協会から初めての本、路編を出版する。これをきっかけに教師を退職し、東京、銀座のキリスト教図書出版社である日本キリスト教教文協会、後に、教文館に、合併に、女性向け、子供向け雑誌の編集者として勤務。福音印刷合資会社の経営者で、既婚者でもあった村岡さんと出会い、 不倫の末、1919年に結婚し、村岡生となる。1920年に誕生した長男を、1926年に病で失う。このことを機に、英語児童文学の翻訳紹介の道に入る。1927年、片山博子の勧めにより、マーク・トウェインのお、王子と小記の放題で翻訳し、平凡者から交換。1928年には、 女性文学者による同人文芸誌《火の鳥の創刊メンバーになる。1930年にパレアナの成長、後にパレアナの青春と海外を翻訳出版。1932年から1941年11月まで、ヨックのラジオ番組、子供の時間の1コーナー、子供の新聞に出演。ラジオのおばさんとして人気を博し、 寄せ芸人や漫談家にモノマネされるほどだった。この頃、翻訳作品を自ら朗読した SP レコードをいくつか発売した。第二次世界大戦中は、大西翼三階公演の大東亜文学者大会に参加するなど、戦争遂行に協力的な姿勢を取った。また、市川夫妻への勧めで、不戦獲得同盟に加わり、婦人参政権獲得運動に協力。 その一方、今外市への法的差別撤廃には反対した。その他、文部省職宅や行政観察委員会委員、女流文学者協会理事、公明選挙連盟理事、家庭文庫研究会会長、キリスト教文化協会婦人部委員などを歴任。1960年、児童文学に対する貢献によって乱受報奨を受ける。1968年、 脳血栓で死去。長男、道代の病死後、子供に恵まれなかったことから、花子の直系子孫は存在しない。後に、妹、梅子の長女、緑、1932年生を幼女とする。その緑の娘で花子の義理の孫にあたる村岡美恵、村岡恵里は共に、赤毛の暗記念館を主催している。クリスチャンとしては、日本組合キリスト教会、 大森恵み教会、現、日本キリスト教団の会員として、教会に通った。さらに、英語の賛美歌の翻訳を行った。日本キリスト教団の1954年版賛美歌にも2曲、7番、あるのみ、いつと、みさかえとを、277番、我が魂を慈しみて収録されている。村岡とモンゴメリとの出会いは、 日本を去る宣教師のミス賞に手渡された赤毛のアンの原書、1908年の冬版であった。この出会いは1939年のことで、村岡は10日完成の元翻訳を続けて、終戦の頃に役所へ、1952年に三笠書房から出版された赤毛のアンは、日本の読者にも広く受け入れられた。村岡は、その後、アンシリーズ、エミリーシリーズ、 他の家のジェーン、カジュエのセレナーで、パッドお嬢さんなど、モンゴメリーの作品翻訳を次々と手掛ける。村岡の最後の翻訳作品となった、エミリーの求めるものは、彼女の没後、1969年に出版された。国立国会図書館デジタルコレクションで読めるものがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。